コモコは、イタリア北部のロンバルディア州にある湖。逆 Y 字型の形状を持つ湖で、湖水面積はイタリアで3番目に広い。湖畔は、秘書地として著名であり、南東端に、レッコ、南西端に、コモの都市がある。ラーリオ湖とも呼ばれる。湖の東南部分は、レッコ湖とも呼ばれる。行政上は、コモ県、レッコ県の2県にまたがる。湖の北東側、 バルテッリーナ渓谷を流れてきたあった側からの流れを主にしている。この他、湖には北端部でメーラ川などが注ぐ。東南端のレッコ付近から再びアった川として流れ出ている。アルプス山系の山域区分の標準であるソユーサでは、コモコはアルプスを東西に大きく区分する境界の一部となっている。すなわち、 コモコの東側の山々は東アルプス山脈に属するベルガモアルプス及びプレアルプス西側の山々は西アルプス山脈に属するルガノアルプスに分類される。コモコにはローマ帝国の皇帝やユリウスカイサルが保養のために訪れたと言われている。第二次世界大戦末期の1945年4月、ベニートム・ソリーニはこの湖畔でパルチザンに身柄を捕捉され、 処刑された。近年では、中近東からイタリアに密入国した者がスイスへ密出国するための中継地になっているようである。この湖畔はヨーロッパ切手の避暑地として知られ、湖畔にはヨーロッパの核王室や富豪等が建てた豪奢な別荘が立ち並んでいる。湖のほぼ中央に位置する半島にはベルダージョと呼ばれる村があり、湖畔には多くのホテルが軒を連ねている。 GH ビラセルベローニという5つ星の最高級ホテルも存在する。航空写真周辺の地図コモシから見たコモコバンロ、3から見たレッコとコモココモコ周辺では映画のロケがしばしば行われる。スターウォーズエピソード2では惑星ナブーの湖畔のシーンの撮影が行われた。また、オーシャンズ12などでロケの一部が行われている。湖の北端部、あった川及びメーラ川が コモコに流入する一帯は、ピアンディスパーニャ、ラモデメッツラと呼ばれ、ラムサール条約登録湿地となっている。1976年12月14日に登録された、イタリア最初の登録湿地の一つである。ありがとうございます。